まあでもさっき言った方と変わって固かったからな。本当ですか。男性の方は意外と我慢強いからね。あの実際コリがあっても筋肉でカバーしてる方って多いんですけど、はいはいはい、だから筋肉は硬くなるんですよ、はいはい、痛みをカバーするためにね。さあ、力加減いかがでしょう。あ、ちょうどいいです。ちょうどいいぐらいですね。はい、うん、OK、OK、 もうせっかくなんでね。じゃあマッサージ受けるの初？初です、初っすね。はい、まあ、なかなかないわな。あー、そういう機会ないんだよ。まあでもリアカー、いやこれ手で引くことあるんですか。分離する作業、バイクとリアカーを切り離す作業をするときは、はい、リアカー持ち上げたりは手でやるんですけど、はい、それぐらいですね。 それぐらい。あとはもうリアカーを手で引っ張る機会がほぼないというか、どっちかというとこういう時に何ですか、寝るところに行くまで運転せずにこういう商店街を押して歩いたりとかいう時が多いですかね。バイクとリアカーごと押してる感じですね。あ、なるほどですね、はい、そうですよね。本当ね、最初リアカーっていうのが、ね、そう思いついたっていうのはすごいなと思います。なんか何台しか思い浮かばないと思う。リアカーでいったらほらやっぱ故障っていう意味合いがすごいだろうな。確かにもうおっしゃる通り、道路交通でね。うん、さあ、ここからですね。はい、はい、そう、リッカストの、あ、国もやりたいな。意外と気持ちいいです。うん、大丈夫だ。首はましいですか。首全然やりたいです。ああ、まあでも多少なりともあるんですよ。やっぱ若干ですけどね。はいはいはい、はい、触られてちょっと気持ちいいぐらいあるんだったら、はい、やっぱりちょっと凝りがあるってことです。なるほどなるほど。本当はもう全く凝りがない人っていうのは痛いですからね。はい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 。あ、なんか逆というか、うん、硬すぎても痛くないっていうのが一番凝ってるのかなって思ってたんですけど。あ、それありますね。はいはい、硬すぎて痛くないっていうのは、うん、本当それほど筋肉でカバーしてるんですよ。あ、痛いって感じたら凝ってないのかなっていうわけではないですか。そういうわけでもない。うーん、こればっかりは筋肉の柔らかさですね。硬さ柔らさで、はいはいはい、でもまあ柔い人でもやっぱ神経痛ってありますんで、まあ一概には言えないんですけど、はいはいはい、お体ってやっぱ奥深いんですごいですね。じゃあちょっと猫背矯正いきたいと思います、はい、でこれ失礼します。ここはブランチョですね。はい、今日ね、肩甲骨探してます。これ絶対硬いはず。そんなことをやってるやつ。おお、なるほど。はい、力抜いて、はい、力抜いて、はい、力抜いて、はい、こいこれ肩甲骨探しです。内側からこう肩甲骨外に出す感じ、羽を出す感じ。これ結局猫背になったらこれがぺたんこになるんですよ、はいはいはい、でこれ猫背を10年か20年かやってたらこれ完全に埋まってくるんですよ。結構入らんことあるんですよ。気持ちいい。僕実は言うと料理出身なんですよ、はいはい、元は処理系出身なんで。あ、そうですね。やっぱりそういったほらどうしても立つ人間は猫背になりがちですね。やっぱこういった商売も一緒と思います。そうですね、まあ、立ってる機会多いですね。もうビシッて立てますからね、しっかり、はい、ということはやっぱだん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 こう疲れがね溜まってきて、はいはいはい、やっぱ猫背にもなってきますよ、やっぱ。いやでも今日は大成功でしたね。はい、よかったです。こちらことしてありがとうございました。はい、よかったよかった。2人でやると心強いですね。いや、SNS で、ね、こうちょうど宣伝したんですよ。できてくれると思うんだったの。ちょうど繋がってくれた。こういう時にやっぱ繋がりって強いですね。はいはいはい、どん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 、うん、やっぱほら最近の方でもね。そうですね、やっぱね、周りの人が集まってくれたって、うん、はい、自分行こうかと思ったんですけどね。ちょっと仕事で行けなかった、はい、僕の方もね、なんかそのツイッターとかフェイスブックとか見てきてくれたって何人かいたんで、はいはいはい、それが嬉しいですよね。なんかでも薄木の方は楽しそうでしたね。はいはい、薄木楽しかったね。なんかこう和気あいあいというか、なんかこうね、アットホーム的な感じのあれが、はい、上がってたんで。そういったのはやっぱ楽しいですよね、はい、やっぱりこう旅っていうのは。で子供連れとかで来てくれたりしてね、はいはいはい、子供もなんか遊園地とか飲みながら、はい、乾杯って言ってくれたりするのやっぱいいですよね。うん、わかります、うん、あと美味しいもんっていうのがね。あ、はい、こっちは硬いですね。こっちは硬いですね。次ね、背中行きます。はい、これね、ちょっとこれちょっと失礼しますね、はい、こう行きます。ちょっと軽く猫背になりますね、はい、で、ここ行きます。よいしょ。
いですね。十分硬いですね。よく寝れそうだ、こっちのね。すごい姿勢をこうね、こう、ピッピッピッて、めっちゃ硬くなってますね。はいはい。多分気持ちいいぐらいじゃないかな、これは。気持ちいい、好きなんです。めっちゃ今日SNS でいっぱいあげんといけないですけど、そうですね、ちょっとなんかいっぱいいい写真ありそうですね、厳選して、はいはい、ですね、はい、これもあと YouTube いいですね、そうですね、 YouTube 見切ってありますね、うん、はい、こいつなんですよ、はい、店でやってるのもこういうコース、指圧系、あ、指圧系ですね、僕は、はいはいはい、完全こっち系なんで、いや、でも店ではこういうチェアじゃないんですよ、あやっぱ台座しっかりとしたはいはいはい、分かるじゃん、ね、組み手ですはい、はい、全然いけるかな、多分全然いけるかな、やっぱ仕事なりありますよね、やっぱ立ちっぱなしがこれ片手じゃ無理だな、やっぱり。おお。背中気をつけてくださいね。はい、ちょっと硬すぎっていうのありますので。だいぶ硬いですか。でも将来的にヘルニアを起こす可能性高いです。へえ。やっぱ腕、握ってね。やっぱ重たいもの持ちますもんね。しっかりと。普段からそういうの柔らげようと思ったらどういうことをしたらいいですか。やっぱりね。普段こうお風呂上がりとか、はい、腰をねじる、やっぱストレッチをねやっていたりして、やっぱ今リアル硬くなってますんで、本当ご年齢の割に自分でこう揉むだけでもやっぱ勝ち効果ですよね。そうそうそう、こうやってこうこうこう寝てる、これ寝てるとしたら、はい、こうやってはい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 、ああなるほど。とか、うん、もうこのチェアでやったら、うん、もうこのままこう椅子を持ってこうウィーってこうやってこう持ってウィーって。これこう伸びますね。結構ね。はいはいはい、はい。ピンって伸びます、ね。はあはあはあ。ここはやっぱ背筋を使うハードルね。はい。筋肉なんで。まあマッサージって意外とこうお体のこう答え合わせ。はいはいはい。っていうのありますね。そういう的なもの。ああ意外とこんなとこ疲れてるんだなとか、こう触ってもらってこんなとこ硬いんだなってあります、ね。はいはいはい。今後10年の足にしてやってください。はい。そうしまして、はい、最後お願いします。まあでもいろいろ他にもありますけどね、ハンドマッサージとかね、フットマッサージとか、まあ肩こりもないですけど、でもやっぱ本当、肩こりだったみたいな方で、こういうのを肩で腰だけみたいに。そうですね。知られてますね。ちょっとこちら手、はい、手こちらですね、これ今日 の疲れて消毒です。 ありがとうございます。こちらと、はい、ちょっと分割で取らせてください。最初忘れよったあれを